今度のリサイタルでは、イスラエルのビオラ奏者であり作曲家であるゴジリボビッチと一緒にやるのがとても楽しみで、それでその彼のビオラソナタっていうのを、去年の11月に今井信子さんに弾いてもらって、それで世界初演をしたわけだけど、今度は作曲者である彼もビオラの名手なんでね、彼と弾く、それとてもいい曲なんですよ、すごく、クラシカルな曲ですけども、全体が4楽章でできていて、その中の書き方が非常に細かく複雑で、でも聴いてるとすごく自然に聴ける曲で、とてもいいと思います。それから、今度は谷川健作さん、ジャズピアニストの彼に今曲を書いてもらうのを頼んでるんだけども、ビオラと左手のピアノのためのスケッチブジャズっていうのを書いてもらって、それを今度は上演することにして、だからでこれはどんな曲ができてくるか分かんないけどね、楽しみですね。それから今度弾く中でマグヌッソンっていうアイスランドの作曲家が4年ほど前に書いてくれた組曲、アイスランドの風景っていうのがあるんだけど、これまた素晴らしい曲で、なんていうかな、アイスランドの空とか自然とか、なんかもう音がその絵のようになって出てくる、感じられる曲です。特にその組曲5曲あるんだけども、その最後の曲っていうのはアルペジオのゆっくりの楽章なんですね。それも短い曲なんだ、なんて言うんだろう、神様がここへ最後に出てきいらっしゃったというような感じ、アイスランドの広い空と海とか山もなくてもこう出て、なんか一つになったような曲ですね。それから光永幸一郎さんというのは、これ熊本の作曲家なんだけど、その人のオルフォーシュの涙っていう曲がまた素敵で、光永さんは日本人でこんなに上手にピアノを使って書ける作曲家って他にいないんじゃないかなと僕は思ってるくらいなんですけども、この間去年の9月に光永さんのピアノコンチェルトをヘルシンキで初演したんですね、世界初演した、それがとっても素晴らしい曲で、今度も日本のいろんなところで演奏するんだけども、その光永さんが書いたオルフォーシュの涙っていう曲を弾いていてね、こんな話があるの。彼ヘルシンキに来て、ある日一人で出かけて迷子になっちゃったんですね。それでみんな心配して、どうしたんだって言ったら、いや僕鉄道マニアで、こう自然が通ってる、なんていうの、転鉄機、ポイントが変わるでしょ、あれをずっと夢中になって追いかけてったら、道がもうどこ行ったか分かんなくなっちゃったっていう。でもね、このオルフォーシュの涙で本当にこう鉄道の点付きっていうかポイントがずっと変わるような、転調に転調を重ねて、それがとっても素敵で面白いというか、楽しくて憂いがあってっていうような曲で、これはもう皆さんに楽しんでもらえると思って、素敵だと思いますよ。で、池部さんの新作は1枚の紙と5本のペンっていうんだけど、いやこれはまた本当に名曲だと思います。こんなにいい曲ばっかり演奏します。
そしてホールも素敵だし、そこであのきっといい音楽的な空間が生まれるだろうから、皆さんもぜひ聴きに来てください。